こんな風に出すんですけれども、先ほどこういうところまでやったんですね。ここからこれを出したんですけど、ここからまあ、そのまま解いていくときには、逆行列というものをやります。逆行列というのは、かけると単位行列になる行列ですね。例えばですね、行列 B があったら、これの逆行列を、B のインバースって言いますかね、マイナス1乗とか、それで、逆行列ということを表します。で、そうすると、どうなるかというと、逆行列と元の行列と掛け算すると単位行列って言いますよ。この場合、i-a という、こいつの逆行列を掛けてやると。そうすると、これが単位行列ですから、ということは掛け算しても、同じものになります。で、これ x です。ということで、純正3ベクトルに i-a の逆行列を掛けると、総生産が出てきますよ、という。こういうことです。この逆行列ですが、こいつが、レオンチェフ逆行列と言われていて、純正産にこいつをかけると総生産が出てくるっていうやつ。よく経済波及効果っていうのがあります。例えば、東京オリンピックの経済波及効果は何ぼかとかね、阪神優勝した時の経済波及効果は何ぼとか、マスコミに出てきてますけれども、そういうのは基本的にはこのレオンチェフ逆行列っていうのを使ってて、で、まあ、純正産としてね、最終需要はこんだけ生まれますと。例えば、阪神が優勝すると、みんな買い物を増やして、こんだけ買い物が増えます、みたいな。各部門の金額が増えます。いうのに、レオンチェフ逆行列をかけて、そう、いろんなところに波及して、最終的にこんだけの生産になります、っていう。これを出しているわけです。これは産業連関表に、レオンチェフ逆行列っていうのがついてるんで、行列の掛け算をすればこれ出てくる。っていうのが、まあ、経済波及効果っていうのをやってるやつです。まあ、そういうことで、こういう形で純生産をこんだけすると、総生産はこんだけになりますよというのが、これで出てくる。いうことなんですね。で、これが出てくる。これが出てくる。いうことなんですけれども、これがね、今2×2 でやりましたけれども、材の数が10個でも20個でも100個でも1000個でも1万個でも1億個でも、同じことで成り立ちます。ということですね。つまり、x1 イコール a の11 x1 ね。A の 12x2、A の 13x3、ずっと足していて、で、y1 と。で、x2 イコール、A の 21x1 プラス、A の 22x2 プラス、A の 23。こんなやつですね。この場合、だから、さっきの A の ij っていうのは、もう n 部門あったら、n 剤全部でこういうのが成り立つということですね。大 j 剤、単位生産に必要な大 i 剤の購入量ですが、全部で、N 種類の材がある場合は、N×N 個こういうのがあるわけですね。こういうのがずっと、X3 イコール、N の 31X1、N の 32X2。こういうのがずっとあって、で、大 N 材まである。こういうN 本の連立方程式で、Y1、Y2、YN、これを与えると。これ全部その0以上。こういうのを与えると、X1、X2、X3、こういう総生産が出てきますよと。で、いう、連立方程式ですね。この連立方程式、こういうのも、結局、全部で N 種類材がありますという時も、結局これはこう一本の式でかけて、で、結局、さっきと同じような式展開をしてですね、Y にレオンチェフ逆行列をかけたものというね、こういうので X が出ますよという、こんな風に表すことができるんですよという。そうすると、ここで、今まで見てきた純生産可能条件は、一体どうなるでしょうか、ということですね。A が、これ要素が全部0の行列。0行列って言いますが、これはね、要素は全部0以上なんだけれども、しかし、全部0ではありませんよ。プラスの要素は必ず1つ以上あります、ね。そういうことを表して。厳密な正じゃない。純正と言ったりします、ね。マイナスはないということですね。まあ、これ人によって癖があるんですが、僕の表し方はそうです。僕の表し方はこの2本線があるやつは全部0。いうことにします。一応こういう、投入係数行列がこうですよ、というもとで、どんな場合ね、これも今と同じです。全部0だったらいけない。どっかはプラスの要素が入っている。そういうどんな純正の純正3ベクトル、に対しても、これを満たす純正の X が存在する。まあ、要するに、どんな純正産でも生産することができますよ、ということですね。これは純正産可能条件ですね。これを満たす条件がどんな条件か。先ほどは2部門のモデルで A の11が1よりも小さい、A の22が1よりも小さい。で、それから 1-A11×1-A22-A12A21 がプラスである。いう条件を出しましたけれども、一般的にはどうなるかというと、
これと同値になるようなのが、i-a がホーキンス対問条件を満たすということです。で、それはどんな条件かというと、i-a の種とは商業列が全ての定義ということなんですが、まあ言われても何のことかわからないと思いますので、まあ説明しますと、この i-a という行列の、行列式ですね、要素をですね、左上の一つですね、それから、左上の2行2列、左上から3行3行、4行4行、ずっと取っていく。その、行列式が全部正です。つまり、一番左上は 1-a11。これプラスですよ。それから、左上から2行2列を取ると、1-a11、-a12、-a21、1-a22。これが、プラス。これ、さっき出たやつですね。それから、左上から3行3列と。それもプラス。左上から4行4列取ったのもプラス。左上から5行5列取ったのもプラス。いうのをずーっとやっていくということですね。ずーっとやってきて、最後にはこれ全体の、行列式がプラスです。そこまで。これが全部プラスですって、いうことを満たしたら、i-a はホーキンス対問条件を満たすということで、その時にはこれが言えます。どんな純正の y を与えたとしても、x は、純正で出てくると、いう、まあそういうのが出てきます。もう一つついでに言うと、i-a がホーキンス対問条件を満たしているならば、y が純正なら、x は全要素がプラスになります。これはどんな時かっていうと、a が分解不能の時。a が分解不能の時には、i-a がホーキンス対問条件を満たしているならば、y が純正ならば、x は厳密に正義。全要素がプラスになる、いうことです。で、分解不能って何かっていうとですね、分解可能じゃないっていうこと。分解可能って何か、適当に順番を入れ替えるとですね、a がね、ここがプラスの要素なんだけど、ここは全部ゼロ。ここのゼロ要素ばっかりになる。番号の振り方ね、ナンバリングの仕方を適当に入れ替えると、ここを全部ゼロにすることができる。これが分解可能。いうのは、分解可能ってのはどういうことかっていうと、糖尿が一方的になるグループができる。こっちの第一グループと第二グループがあって、第一グループから第二グループには投入があるけれども、第二グループから第二グループに対しては投入がありませんと、ね。こんな感じになってる。例えば前やった生産手段と消費財っていうのはこういう感じです。生産手段と消費財にこう分けられるとこれ分解可能なんですね。こういうふうにはなってませんよと。ナンバリングをどんな入れ替え方をしたとしてもこんなふうにはできませんと。いうのが分解不能で、分解不能ならば、純正3ベクトルの中にゼロ要素があったとしても、i-a がホーキンス対問条件を満たすならば、x は全部プラスになるということです。i-a がホーキンス対問条件を満たすというのが、純正算が可能であるということを意味するわけなんですが、その他、以下全部これは同値です。一つはですね、a の n 乗、この行列を何回もかけていく。今 n って使ってしまっている。形状にしましょうか。A の形状のその K を無限大に持っていく。2乗、3乗、4乗、5乗、6乗とどんどん A を、かけていく。というと、これがゼロ行列です。要素が全部ゼロになります。それから、いろんな性質がこれと同値になるんだけども、ちょっと全部思い出せるかどうか知りませんが。あとね、ごめんなさい。説明する余裕はないけれども、この A の、固有値っていうのがあるんですが、後の回で機会があればその固有値の話もしたいと思います。A の固有値の絶対値が1より小だという性質があります。まあ後で思い出したらまた。まあこういうことでホーキンス対問条件、というのが純正算の可能性を表すと、いうことです。今となってはですね、この i-a がホーキンス対問条件を満たすかどうかっていうのは、投入係数行列からパッと出てきますが、しかし昔はこんなん出すの難しかったです。今はコンピューターが、性能が良くなって簡単に計算できるようになってると思いますけれども、昔はそれを確かめるのは大変難しかった。で、産業連環表、各産業から、いろんな部門の産業に、どんな風に生産物が売り渡されているか、投入されているか、お互いの投入産出関係を表した。そういう表が各国で発表されてますし、今では、都道府県全部で発表されているし、主要な都市でも発表されているわけなんですが、この、産業連環表から、この投入係数で計算されて出てきている。それも、大抵の場合、同時に発表されているわけなんですが、
こいつがホーキンス三文条件を満たしているかどうかっていうやつですね。昔のコンピューターの性能があんまり、大したことなかった時っていうのは、手座小行列式全部、行列式を調べるなんて、とてつもないことなんです。とてつもないことなんで、これは必要十分じゃないけども、こうなっていたら必ずホーキンス三文条件を満たしているというのがあって、それは簡単です。投入係数の列全部足すんですよ。各行全部足していって、で、それが1よりも全部小さい。逆でもいいです。横に足してもいいです。縦に足しても横に足してもいいですが、それが全部1よりも小さい。そしたら、ホーキンス三文条件を満たしています。いう十分条件があります。というような感じで、こういう風になると、純生産が可能ですという話です。ということで、今日は、じゃあ、ホーキンス三文条件までということで、実際にこれを使って、一般的な部門でのマルツの基本定理の証明とか、その説明とかに全然届かなかったですが、次は、そこまでやりたいと思います。